源氏物語玉のお串とは、江戸時代中、後期の国学者である、元織森長による、源氏物語の注釈書である、物の哀れを提唱したことで知られる、全球館。森長が67歳である1796年成功、1799年の刊行。本書は、京都遊学を終え、出身地である松坂に戻った。 翌年のノリナが29歳に始まった、その後約40年にわたる生涯で3回半に及ぶ、同人が、門人に対して言った、源氏物語の講義の内容を書物に仕立てたものであり、総論部分の第1巻及び、第2巻は1763年の成立の辞書で、ある、四文要領上下2巻の改定版、第3巻は、四文要領と同じ頃の成立とみられる。 源氏物語年季校の改訂版ということができるもので、本書は全体として元織のリ長の長年にわたる源氏物語研究の集大成というべきものである。本書の署名は、漢主にある、その神の心尋ねて乱れた、留守時は来る玉のぐしぞというのリ長の歌によると考えられる。当初は、 死分要領の一社本に見られる、源氏物語玉の子ごとという名称が予定されていたとされる。藤井交渉の序文によると、すでに法歴13年、死分要領で源氏論を展開したノ永は、かねてからそれに保筆して本書を執筆しようと気としていたが、古事記念の執筆などで多忙のために断念していた。それが、ノリの講義を受けた、岩見国浜田藩主。 松平安定の強い依頼をきっかけとして執筆したとされる。本書により、源氏物語が、それまでの中性的な伝承に支配された公職の今しめ説や、仏典との関わりから解き放たれ、純粋な物語として読むことができるようになった意義は、非常に大きい。近代以降の源氏学の基礎を築いたと言える書であり、これ以後の源氏物語研究を、 心中と言い,い、それ以前と分ける。自身の和歌における文学観を応用して、同物語の本質として、それまでの現氏学で主流であった、完全調和悪説や公職の今しめといった仏教的、儒教的境界観を否定し、物語自体から導き出した、もののれ、論を力説して、全巻にわたって、語句を注釈している。第1巻及び第2巻は、 総論部分であり、ノリが、鴨モノに入門する以前34歳の時に、短期間でまとめ上げて書いた、最初の、源氏物語評論である、詩文要領を補填した内容である。この中でノリは、物語とは何か、作者について、制作の由来、物語の名前などについて、前代までの諸説を紹介し、その上で彼自身の考えを記している。中でも、おおむね、 那ほ穂宗には紙面を費やし、源氏物語中の物語という語の要領を求め、また蛍タき巻で光る氏と玉かの間で交わされた物語論を分析し、物語中における良き悪しきが仏教や儒教で言う善悪とは異なることを論証した。この物語は世の中の物の哀れの限りを書集めて読む人を、 深く完全しめむと作れるものと結論付けた上で、もののあわれに関して詳しく説明を加えた。現氏物語の主題を完全懲悪や、公職の今しめとしてきた、熊沢万山、現氏外伝や安藤貞明、紫や七論等の立場を否定し、人間の純粋な感動としての、もののあわれを本質と解いた、このノリ独自の物語論は、 源氏物語の中世以来の道徳的文学観から解放した画期的な文学論として高く評価されており、この源氏物語玉の愚を源氏物語研究の流れの一つの節目と捉える研究者もいる。なお、物の哀あわれ説は本書以前2763年に完成した私文要領及び第二の過論書である石上氏宿ことで、 すでに衝述されているものであるが、それらと比較したとき、広く交換された本性、源氏物語玉のおぐしの記述はむしろ抑制されたものになっているとされることもある。内は対応する、私文要領の説明のナガは、この総論部分において物語の正しい理解が、源氏物語の正しい理解につながると考え、特に、蛍巻に書かれた光源氏と玉かずら二人の、 物語論を精密に分析している。その結果、この段の心明らかならざれば、源氏物語一部の旨、明らかならずとしており、この源氏物語の根底にあるのは何か。ノリは物の哀れだという。この物語は世の中の物の哀れの限りを書き集めて読む人を完全しめむと作れるものであり、そこに呪物の倫理観を持ち込んでも意味がないことを主張する。 第3巻は、源氏物語の年率の考察に当てている。元織のりがかつて表した、源氏物語年紀校の改訂版ということができる、ものであり、その、源氏物語年紀校は、古月章第1冊に付載されている一条件、両作、源氏物語書館年率の部分に辞説を書き込む、作業を通じて成立したものである。 源氏物語年紀稿が過剰書き部分と表形式の部分からなっているのと比べ、本巻は全面的に書き換えられて全体が表形式になっており、以下のような部分から構成されている。第四巻は本文の交換にあけて,ている。当時のルフ本である古月章をもとに、いくつかの写本に見られる異文との比較を行っている。第五巻からは、 各巻ごとの注釈に当てている。注釈の態度は、一語一句についてその語感や文脈を、正確に読解しようとするものである。ここでの内容は、主宅本、古月書各巻に記入された各種の書入りを成立の基盤としており、書き込まれた内容には特に、慶中の源の中周囲を重視したものが多い。のりナの代表作の一つとして、 消失も含め数多くの印刷本が刊行されている。ありがとうございます。